ウクライナがロロシア領領平方キロ制圧外務省報道官占領継続の意思いないロシア西部クルスク州への越境攻撃を続けるウクライナ軍のシルスキー総司令官は12日、同州の約1000平方キロを制圧したと明らかにしたウクライナのゼレンスキー大統領は一連の作戦で ロシアがウクライナへの越境攻撃の拠点としていた地域をすべて掌握したとし越境攻撃にはウクライナの安全保障がかかっていると強調した1000平方キロは東京都の面積の半分弱にあたるウクライナ軍によるロシアへの初の大規模越境攻撃となる今回の作戦で最大級の戦果となった 一方、ククルスク州のスミルノフ知事代行は12日制圧されたのは480平方キロだと説明米シンクタンク戦争研究所はウクライナの制圧地域は約800平方キロとの見方を示したロシアのプーチン大統領はウクライナによる越境攻撃について重大な挑発行為だと反発し報復を示唆した ウクライナの越境攻撃は同国東部ハリコフ州やドネツク州で攻勢を強めるロシア軍の戦力を分散させる狙いがあるウクライナ外務省報道官は13日クルスクの制圧地域の占領を続ける意思はないと指摘した拡大する新興経済圏ブリックスの野望と実像主要国の中ロは米国に対抗心燃やすが 通貨はドルなど G7 ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国によって2006年に設立された新興経済圏ブリックスについては加盟国が10カ国に拡大しタイなども加盟を希望しているブリックスは先進7カ国 G7 など西側の体制やドルの派遣などに対抗する勢力となるだろうか。 23年8月に行われた第15回ブリックス首脳会議でアルゼンチンエジプトエチオピアイランサウジアラビアアラブ首長国連邦の6か国が24年1月1日付で加盟国となると発表されたその後アルゼンチンが不参加の方針に転じ現在10か国となっているブリックスと G7 の人口や国内総生産 GDP を国際通貨基金 IMF の23年のデータで比較してみよう。人口はブリックスが35.9億人に対し G7 は7.8億人 GDP は途上国で課題になりやすい購買力陛下で見るとブリックスは63.6兆ドル G7 は52.8兆ドルだ。市場レートで見ると ブリックスはドドル、兆ドル G7 ははとなっている。ブリックスは主要先進国の G7 にとって最大の地政学的ライバルだブリックスは先進国とりわけ米国への対抗心があるただし中ロは米国と覇権争いをしているがインドは先進国との対立を求めないなど一枚岩ではない b リックスは G7 に挑戦するグローバルサウスの国際協議体であると自らを位置づけてきた米ドル以外を使った貿易を増やすことで新興経済国の米ドル依存を下げたいと考え欧米のシステムから独立したあるいは保管する金融システムの確立を目指している22年6月ロシアのプーチン大統領は フリックス加盟国の通貨バスケットに基づく新たな準備通貨を開発すると発表したこの構想はウクライナを侵攻したロシアに対し先進国が経済制裁を発動したことへの反動だつまりロシアの中央銀行の資産を凍結したりロシアの銀行を国際決済ネットワークの国際銀行間通信協会 数人から排除したりするといった形でドルベースの世界金融が武器として利用したことへのロシアの対抗策でもある長い目で見ればブリックスにはドルの依存を下げたいという野望があるが現状の国際金融における通貨の利用状況はどうなっているのかウクライナ空軍機がクルスク侵攻に参加 爆爆弾でロシアの指揮所爆破。ウクライナがロシア西部クルスク州に侵攻して1週間経つ中ロシア空軍は火力の大半をウクライナ軍の侵攻部隊への対応に振り向け射程40キロ以上で衛星誘導される核空爆弾通称カブを1日に最大50発国境を挟んだウクライナ側のスーミ州にある侵攻部隊の基地などに投下している。 50発というのはロシアがウクライナで拡大して2年半近く経つ戦争の1000キロに及ぶ前線全体でロシア空軍が一日に投下している滑空爆弾の数の半分にあたる一方ウクライナ空軍もロシアの滑空爆弾と少なくとも同等の射程と命中精度がある衛星誘導の滑空爆弾を保有している13日ウクライナ空軍の戦闘機が 米国製の J ダム滑空爆弾をクルスク州内の目標に投下する様子とされる初の映像がソーシャルメディアで共有されたこの戦闘機はクルスク州の前線から数キロ北の町チョトキノにあるロシア側の指揮所を攻撃したと伝えられる注目されるのはこの空襲を行ったのはウクライナに最近到着した 元デンマーク空軍所属の F16 戦闘機の1機ではなく老朽化した旧ソ連製 SU-27 戦闘機だったと見られることだ F16 は JW を搭載可能だがウクライナ空軍は少なくとも当初はこの機敏な戦闘機を空中照会に使用しより危険度の高い対地攻撃には投入しない方針であることをうかがわせる証拠がある。 ククルスク方面で作戦行動を行う航空機のリスクは大きいロシアの軍事ブロガーらによればウクライナ軍はこの方面に相当な数の防空システムを持ち込んでいるほかジャマー・電波妨害装置も配備しているジャマーは衛星誘導の核空爆弾も目標から反らせる場合があるウクライナ軍の防空部隊は自爆型のドローン無人機による大きな支援も得つつ ロシアのヘリコプター数機を撃墜している。一方ロシア軍の砲兵部隊はウクライナ軍のブーク自走防空システム1両を損傷させているロシア側もクルスク方面にかなりの防空システムを配備しているようだウクライナ空軍の SU-27 が核空爆弾を投下後戦場の上空で超低空飛行をしているところが目撃されたのは 理由のなないい。ことではない両軍のパイロットとも敵レーダーに探知されるのを避けるためなるべく毎回できるだけ低い高度を飛行するようにしている損失回避を図りながら侵攻の支援任務を完行するウクライナ軍機双方とも侵攻地域やその周辺に作戦機を投入しているがその数はロシア側の方が多い可能性がある。 ロシア軍機はクルスク州内の侵攻部隊とスーミ州内のその基地の両方を空爆している形跡がある一方現時点でウクライナ軍機による爆撃が確認されているのはチョトキノの指揮所に対するものだけだつまりウクライナ側は前線のすぐ上空には航空戦力を展開させていない可能性があるそれは理にかなっている ウクライナ側はドローンやミサイルによってクルスク州内やその周辺のロシア軍の航空基地に対する攻撃をエスカレートさせているもののロシア側のほうが依然として作戦機の数も航空爆弾の数も多いからだまた、欧州の支援諸国から供与される計85機の F16 の到着には時間がかかっており 今後も少しずつしか入ってこない見通しになっているしかもウクライナ空軍はこの夏ロシア側による航空基地への度重なる攻撃で中期中の戦闘機などを数機失った残りの作戦機はわずか百機ほどかもしれないウクライナのシンクタンク防衛戦略センター CDS のノンレジデントフェローハンスペテル・ミットンはクルスク侵攻は すでに戦力が引き伸ばされているウクライナ軍にとって試練になるだろうと予想している。ロシア空軍がウクライナに対する空戦に投入している爆撃機およそ300機は合計で滑空爆弾を1日最大100発投下できる。規模で劣るウクライナ空軍が1日に投下できる滑空爆弾数はそれよりはるかに少ないはずだ。とはいえ、 作戦機や航空爆弾をはじめ銃火器の装備が著しく不利な状態にありながらウクライナ軍が単にロシアに侵攻したばかりかその侵攻に失速の兆しか見られないのは驚くべきことだ匿名のウクライナ高官はミットンに我々は攻勢に出ている敵の陣地戦を引き延ばし最大限の損害を与え国境を守れないロシアの状況を 不安定化させることととが狙いいだと説明したというロシアはクルスク方面で地上だけでなく空中でも脆弱性を抱えている開始から1週間経つ進攻作戦へのウクライナ軍機の参加がそれを示している。